優太武道館プロジェクトメンズアイドルオーディションの結果発表を行いたいと思います。昨日はちょっと緊張したんですけど、あのやれることは全部やれたので、あとはちょっと結果を待つのみです。もうここまで来たことに意味があると思うので、どんな結果でも受け止めたいと思います。やれることはやったと思うので、あとは結果待つのみです。まあ、今はもう待つしかないのでっていう感じです。どんな結果であれ受け止める気持ちで来ましたので、とりあえず結果待ちたいと思います。昨日、美咲さんのことをジルさんって呼んでしまって、そのことがずっと心残りです。まあ、昨日は正直眠れなかったっていうのはあるんですけど、まあ、今日はまあちょっと落ち着いて頑張ろうかなって思ってます。拳1時間半前に会場に着いちゃって、験担ぎとして六本木の高級焼肉をさっき食べてきたんで、ちょっと焼肉臭いんですけど、いい験担ぎになったんかなと思って、今日は頑張りたいと思います。おはようございます。昨日緊張してたんですけど、結果がいい方向に行けばいいなって思っております。あと結果を待つのみなんで、祈ろうと思います。昨日はすごく緊張したんですけど、今日はもうとりあえず結果を待つのみだけだと思うので祈りたいと思います。全くドキドキもしてないんですけど、受かったらいいですと思ってます。昨日はあんまり寝れませんでしたが、今日は寝れるといいです。よろしくお願いします。あとはもう結果を待つのみだと思いますので祈りたいと思います。それでは、美咲優太武道館プロジェクトメンズアイドルオーディションの結果発表を行いたいと思います。まずはですね、結果発表の前に審査員から一言ずつお願いします。本当に、たくさんの応募の中から、最終選考ということで、今ここにいる皆さんのですね、意気込み、そして、パフォーマンスを、拝見させていただいて、それぞれのですね、本オーディションにかける熱い思いをすごく感じました。これから、6名の発表があります。一緒に、これから仲間として、やっていく人、残念ながら、選ばれなかった人、厳しいこと言うと命運が分かれることになるんですが、それでもですね、このオーディションに参加できたことに対して誇りを持ってですね、これからの活動に励んでいただきたいなと思いますし、今回、ね、もしご縁が なかったとしても、陰ながらですね、皆さんの今後の活動を精一杯応援していきたいなと思います。皆さん、まずはお疲れ様でした。今日でね、なんか本当に人生が変わる方もいらっしゃると思います。でもやっぱその行動力って皆さんすごいあるなと思って、やっぱこういうふうにたくさんの方見てる中で、しっかりなんか堂々とパフォーマンスできたりとかもね、なんかすごいなって思うし、なんかいろんな意味でこれからも自分を褒めてあげてください。落ちたからダメだったっていう、なんかそういうのじゃないと思うんですよね。落ちたから逆に良かったと思ってほしいですね。落ちた人、それを糧に通りで行ってやると、それぐらいのポジティブな気持ちを持った人間が成功するんで、良かったから成功じゃないし、落ちたから失敗でもないと。だからもう本当に全員成功する可能性を秘めてると思ってるんで、すごい僕も楽しませてもらいました。ありがとうございます。皆様おっしゃる通り、これからね、呼ばれるメンバー、これから武道館に出て大変なことも待ってると思いますし、まあ、おっしゃるメンバーは決して実力が足らなかったということではなく、本当に勇気を持って、ここまで来てくれることはすごくだなと思うので、ぜひ抜けずにこれからも、頑張ってほしいなと思います。皆様お疲れ様でした。10日間ダンスを練習してきてもらったと思うんですけど、かなり無茶苦茶な課題を渡してます。それでもこうダンス経験あったりとかなかったりとかいろいろある中で、しっかりとやっぱり止まることなく最後まで踊り切っていたっていうところを見て、こうしっかり武道館に向けてというか、目標をしっかり持って向かっていく気持ちが一応ここ全員あるんだなっていうのはすごい見て感じれたので、よかったなと思いました。最後に僕からなんですが、今回のオーディション内容すごく無茶苦茶が多かったと思います。お題曲もあえて10日前に出させていただいて、ダンスもすごく難しい、歌唱もですね、すごく難しい課題曲用意させていただきました。そんな中でですね、すごいハイクオリティなパフォーマンスをですね、皆さんしていただいて、本当にですね、ちょっと胸にくるものがありました。尺を長いとですね、緊張感もですね、増強してしまいますので、はい、合格者はね、明日から美咲さんと一緒に武道館を目指し、新たなステージへと旅立ちます。そしてですね、その合格者にはこの目の前のですね、レインボーローズを贈呈いたします。これはですね、我々と武道館を目指す誓いとしてお渡しします。それではね、いよいよ美咲さんと3年後武道館に立っているメンバーが今日ここに決定します。ではよろしいでしょうか。発表させていただきます。まず1人目が エントリーナンバー550番、片上雄志さん。
楽しくオーディションを受けれたなって、120% 自分を出せたと思ったので、結構自信はあったので、これがスタートなので、これは当たり前だと思って、ここから明日から毎日日々努力して、美咲さんをライバルだと思いながら、僕もそれぐらい、いろんな人を楽しませるエンターテイナーになりたいなと思っています。明日からよろしくお願いいたします。美咲さん、どういったところが聞かれましたかね。歌唱力だったりとか、ダンスも含めて、総合力が、あるなと思いました。まだまだ振る舞いだったりとか、課題もあると思うんですけど、そこはですね、一緒に、成長していければなと思います。正直、書類審査、ズーム審査の段階で1位でした。はい。おめでとうございました。それでは、ご拍手。ありがとうございます。それでは続いて、2人目の発表させていただきます。2人目が、ナンバー774番、コウキさん。おめでとうございます。昨日のオーディションでは緊張しちゃって、全然できてなかったから絶対落ちちゃうと思ったんですけど、受かれたので3年後の武道館を日々努力して最高のパフォーマンスを出したいと思います。やっぱりもう僕はもう外見からですね、なんかこうオーラをねすごい感じました。武道館に立ってる姿が僕は一番イメージできましたね。なんで一緒にこれから頑張りましょう。よろしくお願いします。身長感ってルックスが圧倒的にいいっていう、一人そういう人がいるだけで入るというか、グループに一人欲しいエース的な存在なのかなっていうふうに思いました。なんで逆に言うとここまで残っていたのかなという、いわゆる何でしょう、どこの手もかかわらずすごくね貴重な宝物を見つけたような、そんな気持ちになりました。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。コウキさんでした。じゃあ3人目発表させていただきます。3人目はナンバー1128番、岩井義人さん。すごくなんだろう、いろんな人の期待とかも強くて、ここをもし受からなかったら本当に諦めようとかも思ってて、人生で一番気合が入ってた時間だったので、メンバーに入れてとても嬉しいです。なんかすごく万能型というか、なんかその対応もそうですし、歌もダンスもすごい良かったなっていうふうに思っていて、飛び抜けた個性的なものを自分でいろいろ見つけながら、さらにもっと輝けるといいなっていうふうに思います。僕が今回責任持って皆さんを武道館にお送りするんですけど、一番伸びしろがあって一生懸命でまさにアイドルだなと思ったのが実は義人さんです。必ず武道館で輝けるようなアイドルにしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。6人中3人の発表が終わりまして、残り後半の3名をですね発表させていただきます。続いて4人目なんですが、ナンバー699番、ペイさん。ありがとうございます。自分は芸能を始めたのが高校の時からなんですけど、今まで本当にいろんなオーディションも何十回何百回オーディションを受けてきて、でずっと結果が出なくてやっとアイドルになれたと思ったんですけど、結果は本当お客様も0人の状態とか、本当もう数人の中でずっとライブとかをやっていて、今回このオーディションを見て絶対に僕はもう受かるしかないな、もうこの道しかないと思ったので、本当に結果が出て嬉しかったので、これからこれを機にスタートとして本気で頑張りたいと思います。ありがとうございます。すごくダンスの方を評価されていたんですが、ゆうたさん、コメントいただいてもよろしいですか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。エントリーシートを見させていただいた時にダンスの経験が6ヶ月で書かれててかなり短かったんですけど、結構他の参加者さんも緊張されている中、身長も高いのに緊張見せず大きく振りを踊れてて、多分練習いっぱいしたし大変な中本当に受かろうと思って頑張ってきたんだなっていう熱意が伝わって、ダンスの得点はかなり高く、つけさせていただきました。今後も一緒に頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。5人目ですね。5人目の方を発表させていただきます。5人目の、
選ばれた方は、ナンバー1205番。俺ええ山本さん。俺だ。これでいいんですか？ありがとうございます。え、本当にびっくりした。ちょっと、あ、お母さん、頑張るぜ。イエーイ。自分は全部初心者でここに来て、で、一週間、本当に自分の中でめっちゃ頑張ったって思って、それで受かって本当に良かったです。3年間もこの頑張りをずっと続けていこうと思います。よろしくお願いします。1回目の1組しか見てないんですけど、1組目で僕が一番最初に欲しいなっていうか、いた方がいいなと思ったのがメルモさんだったので。助走が得意だっていうことを聞いて、その、これから助走をしてほしいってわけじゃないんですけど、そういうふうに個性を作れるってことはすごいことだなと思うんです。あ、僕も頑張ります。頑張ってください。お願いします。頑張ってください。はい。残り1席になってしまいました。ロバさんもあれなんで、最後の発表、美咲さんよろしいでしょうか？そうですね。この最後の1名がね、実は一番、迷いました。本当にね、すごく皆さん、魅力的で、最後の1名誰にしようかなっていうので、本当に1時間ぐらいですかね、スタッフ一同悩んで、それでもちょっと決めきれなくて、そういう中でですね、2名の、候補者が、最後に残りました。そのどちらかの方を選ぶっていう時にですね、やっぱり決められなかったんですよ。で、どうしようかなっていうところで迷っていた時に、ヒカルさんのですね、メモがパッと出てきてですね、そこにはですね、才能の塊だと書いてあったんです。そのメモを見て、こうしてですね、ヒカルさん、天心さんが来てくれていることや、そしてね、これからね、お名前発表するんですけど、僕は運命とかをすごく信じるタイプなんですけど、この名前もですね、飯田さんが、ね、プロデュースしたということでですね、運命につながるんじゃないかということで、この方を選びました。ナンバー607番の飯田リズムさん。本当に選ばれると思ってなくて、もう本当に今、不思議な気持ちなんですけど、夢に一歩近づいたなって思ったし、なんかここで甘えちゃダメだなって自分で思うので、絶対この今3300人以上の応募者がいらっしゃったってことなんですけど、絶対ファイナリストの中にも悔しい思いした人いると思うし、その人たちに何やってんだと思われないように日本を代表する立派な舞台人になるので、今後ともお願いします。本当にありがとうございました。なんかその、17歳ということですごい若いのにここで参加していこうと思ったっていうところがまず一点すごいなっていうのと、僕はメンタル面、マインドがすごい圧倒的に優れてるなと思ったので、すごい伸びしろがあるなと。ダンスにしても一流で、こういう熱い、明らかにその空気を変える子なんだなと思うので、その将来性を見てすごいいいなと思いました。僕実は、ズーム面談で僕落としてるんですよ。はい、そうなんですよね。実はね、本当オーディションの経緯を言うと、最終選考に選ばれてなかったんですよね。なんですけど、今回ズーム面談、審査員、なんと8名ぐらいいまして、その中には、有名トラックメーカーの千葉なんですとか、あと現役で、女性アイドルでそこそこ売れてる人、あるいは元武道館やってた人とか、そういった方も選んで女性の意見とかを参考にしたんですけど、女性受け、実は2位でした。それで繰り上がって、で実際会ってみて、言われた一言が、見たでしょって言われました。ほらねって言われました。それで僕も納得して、メンバーに迎え入れようと決断をしましたので、出会えたのがね、美咲優太と僕で良かったと思います。責任持ってやりますので、はい。よろしくお願いします。お願いします。僕からも最後に一言言いたいんですけど、その中で、本当にちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、最後の最後でですね、偶然なのかタイミングなのか運命なのか分かんないんですけど、いろんなことが重なって選ばれました。最後選ばれるか分からない、ギリギリの状態でこうね、選ばれたっていうことは、何かこう、すごい持っているんじゃないかな。思うんですよ。どっか一番キーパーソンになるんじゃないかなと、個人的に思ってるんで、一緒に、運命を切り開いていければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとう。ということでね、武道館に目指す6名がついに決まりました。伊崎さん、どうですか？武道館行けそうですか？行けそうというかですね、もう行くしかないと思ってます。はい、これだけのね、肩を巻き込んで、そしてね、これだけの方の、悔しい思い、そして決意をねいただいたので、これは僕も人生をかけてやりきろうと思ってます。カメラでね、多分 YouTube でもいっぱい見られると思うんですけど、ここで宣言しまっての、僕は必ず武道館に行かせますので、はい、
的にもっと幸せにしますので、よろしくお願いします。ということでね、最後でですね、皆さんに感想をいただこうかと思うんですが、天気ですか？はい、本日から、武道館に立つアイドルに、皆さんなっていくと思うんですけど、やりたいこととか、やっぱ目標って多分いいことだけじゃなくて、もう嫌なこととか悪いことっていうのも、絶対やってくるんですよね。でもそういうのも、いい意味でプロ意識を持って、ね、いい意味で息抜きしながら武道館に向けて頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、今回のファイナリストの皆様、結果は多分落ちてしまったかもしれないんですけれども、本当に皆さん本気パフォーマンスすごくて、本当にみんなですごい悩んだので、本当にここで、くじけるとか、挫折とか、そういうのじゃなくて、でも本当に自分に自信を持って、これからの活動を頑張ってほしいなっていうふうに思います。本当にありがとうございました。まあやっぱり僕は今29で、若いエネルギーがどんどん減ってきてるなって自分では思うんですけど、でもそれでもやっぱり僕自身挑戦してて、挑戦するってすごく素晴らしいことで、押した方たちも、この挑戦するっていう気持ちを、あと365日続けるから成功します。同じ気持ちで別のことに、トライできるか。ただそれだけなんで、下を向かずに、絶対成功すると人生を変えるという気持ちでやってほしいなと思ってます。まだまだ皆さん若いんで、可能性が無限にあるんですね。お金持ちはみんな、1年1億ですら買いたいって言うんですね。まあ、皆さん僕より多分、5歳とか7歳若い人言うと思うんですけど、要は5億持ってると思ってください。5歳若ければ。ポケットに5億入ってるんだと今、自分たちの。その5億を使わなかったらなくなっていくんです。その5億をどう使うのか、自分たちで考えて、これから生きていってほしいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。必ず、このメンバーでね、3年間、武道館の舞台に立つということは、もう、ここを持って、美咲さんと共に宣言しますので、絶対立ちますよね。そうですね。はい。必ず、3年以内に武道館に立ちます。そしてね、本日落選したメンバーの思いも、一緒に必ず武道館に行こうと思いますので、ぜひね、皆さんの応援もよろしくお願いいたします。それでは以上、美咲優太武道館プロジェクトの最終結果発表を終了します。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。正直もうめちゃめちゃ悔しい気持ちなんですけれども、ヒカルさんがさっきおっしゃってた365日努力すれば必ず成功するっていう言葉を信じて、これから諦めず努力したいと思います。ありがとうございました。まあ、昨日ちょっと自分の力っていうのは全然出せなかったので、まあ、その点をしっかり受け止めて次の活動にしていけたらいいなと思います。ありがとうございました。なんかほんまに振り返ったら自分の欠点とかダメなところがすごい浮き彫りになって、なんかこの経験がもうすでに自分の糧となってて、だからなんかこのオーディション参加できてよかったなって強く思ってます。ありがとうございました。結構自分の中ではラストチャンスだと思ってすごいかけてこのオーディションに臨んだので、ものすごい悲しいですしすごく残念なんですけど、いい経験になったのかなと思うので頑張ります。また何かあればお願いします。でもいろんな方からいろんなお言葉をいただいてすごい刺激を受けたので、今後の活動にそれを生かしていけたらなと思っています。ありがとうございました。オーディションを結構楽しくできたので、それで全然満足なんで、悔しい気持ちはないんですけど、他の合格した方々頑張ってほしいです。おめでとうございます。書類で落ちると思っていて最終審査まで行けてとても嬉しくて、またなんかこの新しいなんか最終審査のあの感じがまたなんか楽しかったので、それをステータスにしたいと思います。ありがとうございました。そうですね、結果はめちゃくちゃ悔しくて、受かった人たちとかを見たら、自分に何が足りないのかなっていうのがすごい明確になったなっていうのがあるので、まあ諦めずに今後も挑戦したいなと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回ですね、受かった方にはですね、レインボーのバラを渡したんですけど、皆さんにはまだまだ、可能性があるということと、何よりもね、こうして、このオーディションに残った、皆さんは周りある種ですね、8人目のメンバーだと思っているので、私の方からですね、気持ちを込めて、贈答品を渡したなと思っています。ありがとうございます。これは頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってます。ありがとうございました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 。どうもご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では3、2、1。
ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、この彼はうちの、YouTube チームのスタッフで今撮影とかをね担当してくれてます。変に誤解されるのも嫌だし、いろんな思いを話したいんでちょっと呼んだんですけど、今回このプロジェクト開催するってなって応募の一覧を見せたら、まあ突然名前が上がってですね、僕たちがこう応募してほしいとか言ったわけでもないし、今彼自ら応募してくれました。このオーディション本当にガチでやってるんで、無理してやらせとか全くなくて本気でやってるんで、そこが僕の感情が入っちゃったら、まあ他の候補者の方に失礼だし公平じゃなくなっちゃうんで、このジーノさんに関しては自分の評価を入れないで、ね、客観的にみんなで、評価した結果こうなりました。ただみんなに誤解してほしくないのが、彼努力して、まあ、仕事終わった後とかもダンスとかもずっとやってたし、歌の練習とかも自分で、まあ、覚えたり言ったりしてやってたんで、忖度で今いるんじゃなくても彼実力として今、ここにいるってことはね、僕がはっきり、証明、自分の口から証明します。まあ、それでもねこういう結果になっちゃったんですけど、どこだった？でも本当に一緒に武道館行けたんですけど、でも本当にいい経験だったんで、よかったです。本当にありがとうございました。今まで練習してきて、まあ、この場にいたことは、絶対無駄にならないから、彼は彼でこれから自分の活動をやっていくと思うんですけど、はいはい、チームのメンバーとして言うんですけど、まあ、皆さん応援してあげてほしいなって思います。頑張ってください。ありがとうございます。めっちゃいいですね。3、2、1。で、飯田さんはどこでしょ？真ん中です。あ、そうか、メンバーです。いきます。3、2、1。はい、まあ、このね、手元の資料、とりあえず読み合わせをさせてもらうんだけど、まあ、これ、簡単に言うとですね、全部バレると思ってください。で、言い訳の気持ちを持ってると、絶対に入れるようにできない。片上さん、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。コキさん、大丈夫ですか？はい。ジュッショさん、大丈夫ですか？はい。ペイさん、大丈夫ですか？大丈夫です。エモさんは？大丈夫です。キズノさんも大丈夫ですか？はい。大丈夫かな？はい、はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで武道館プロジェクトのメンバーが決まりました。まあ、僕含め、7名のメンバーでこれから夢を追いかけたいと思ってます。まあ、簡単な道じゃないと思うんですよ。もちろん相当努力も必要だと思うし、まあ、茨の道になると思うんですけど、まあ、それでもね諦めないでやっていきたいと思います。これまでの人生でも辛いことやね、まあ、大変なことたくさんあったんで、まあ、その度にね諦めないでどんどん挑戦して今の自分があるんで、まあ、今回もね乗り越えられる試練だと思ってます。これ見て皆さんは、まあ、まだ半信半疑の人もいるかもしれないですし、何バカなことやってんだよっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、僕はね必ず結果を出して皆さんにね何歳からでも夢を追えるってことをね証明したいなと思います。また活動の様子を近況報告したいなと思うんで、皆さんチャンネル登録の方お願いします。本当に本気で頑張るんで、メンバー含めて、ぜひ応援してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。